ティブフォレストです。 LED の前にアグラオネマということで、今回は光の話を少しさせていただこうと思います。こういうねパルダリウムとか熱帯雨林植物関係の本を読んでみると、ライトの選び方とか光の考え方とか、まあ載ってます。そのまとめじゃないですけど、僕なりの解釈選び方とかを少しお話しさせていただこうかなと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、ではまずですね、光の波長についてお話ししようと思います。光の波長は赤色の波長、緑色の波長、青色の波長の3原色で成り立っています。植物の成長に必要な光なんですけども、これは赤色の波長と青色の波長というふうに言われています。そこでね、緑色の波長は必要ないのかというところですが、まあそういうことでもないようで、緑色の波長があるからこそ光合成がうまくいくという意見もあるようです。この三原色がうまく、混ざって降り注いでいるものが太陽光ですね。はい、まあ要はですね、この太陽光と似たような波長を持ったライトを選べばいいということです。まあライトもいろいろ種類ありますね。蛍光灯タイプのもの、植物育成用のライト、赤い光って言って、まあ、ちょっと怪しいようなムーディーなライトですね。あとは、熱帯魚用の LED ライト、まあ、こういう風に今映ってる市販の LED ライト、まあ、インテリアとかで使う普通の日用品のライトですね、まあ、こういうのがあると思います。その中で一番太陽光の波長に近いというものが、まあ、あの今映ってる市販の LED ライトとか熱帯魚用のライトですね、 LED ライト、こちらが太陽光の波長に近いという風なデータがあるようですね。まあ、なので僕はですね、今映ってるような市販のライトか熱帯魚用のライトを使うようにしています。はい、次にですね、光量の話をしたいと思います。まあ光の波長がいくら出てるかとかどのくらい出てるかっていうことを気にするよりは、光の明るさを気にした方がいいようです。まあ、その明るさの単位、皆さん聞いたことはあるかなと思うんですけど、ルクスですね。まあ、このルクス、大体熱帯雨林の陰性植物ですと、まあ、種類にもよるんですけども1000から3000の間がいいようです。ブロメリアとかそういうのだともっともっと高い、ルクスでもいいみたいなんですけども、陰性植物は1000から3000がいいようです。まあ、苔とかね、本当に暗いところが好きな植物は4000ルクスとか行くと黄色くなって茶色くなって、死んでしまう種類もあるようですので、まあ、パルダリウムにねライト当てるときは気をつけていただいた方がいいのかなと思います。熱帯雨林の植物、こちらも葉焼けの原因になりますので、まあ、ちょっとルクス気にした方がいいかなと思います。まあそんな照度計とか持ってないやいとか、まあ、そういう方がほとんどだと思うんで、今回 iPhone ではあったんですけども、アプリ見つけました。どれだけ正確性あるのかは分かりません。まあ、参考程度に使うのもいいのかなと思います。ちょっと撮ってみたところですね、スクリーンショットありますので見てください。どうぞ。はい、こんな感じになりました。まあ、だいたい1000から3000の間になってます。
何回かいろんな場所で撮ってみたんですけども、大体同じ数字でしたので、ある程度信用できるアプリなんじゃないかなと思います。無料なんでね、まあお試ししていただければと思います。測るときはすいませんが自己責任でお願いします。何とも言えませんので、はい、すいません。で、結果的に今回波長の話と光量のお話しました。僕が使ってるライトはね、こういう市販の LED のライトか熱帯魚用のライトを使ってます。まあ、一概にどれがいいっていうのは言えないと思うんですけども、まあ、あの植物の種類とかにもよると思います。まあ、参考程度にこんなこともあるよと聞いていただきたくて今回動画作ってみました。はい、今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。